角美な友人は、群馬県高崎市出身のフリースタイルスキー、水泳選手。群馬県立高崎高等学校卒業、青山学院大学中退。高校までは、水泳選手として活動し、1972年200メートル個人メドレー、群馬県に優勝ほか、高校の同級生に指揮者、三沢博文、政治家、下村博文がいる。 青山学院大学在学時代フリースタイルスキーに取り組み、学内にフリースタイルスキーチームを創設、初代部長を務める。1978年から1986年、全日本フリースタイルスキー選手権大会、総合優勝7回、種目別優勝35回、国際大会優勝、入賞多数、引退後、 全日本スキー連盟フリースタイルスキー部ヘッドコーチを経て株式会社クロスプロジェクトグループ相談役 &F スタイルスクール代表1998年度ノンフィクション流れ星たちの長野オリンピックで第17回事業賞受賞2000年現役復帰2001年アクロ全日本選手権第2位2005年50歳より水泳競技でも現役復帰 ジャパンマスターズ50メートル自由形、バタフライ優勝多数。代表作はフィクション、星と輝いて、ノンフィクション、ゴールドメダルへの道。スポーツのみならず、文学、クラシック音楽に通じ、ヘルマンヘッセイやベートーベン、マーラー、宮沢賢治などから強い影響を受けている。ありがとうございます。